委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長、浜田靖一君。ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず本案のうち、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する部分は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するものであります。次に、公職選挙法に関する部分は、基幹放送事業者における AM 放送の FM 放送への転換に伴い、 FM 放送の放送設備により政見放送をすることができることとするものであります。本案は去る3月9日、本委員会に付託され、翌10日、金子総務大臣から趣旨の説明を聴取し、17日に質疑を行い、採決の結果、全会を一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第2、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。